ブドウの栽培が盛んな大府市にある長根山観光ぶどう園ここではブドウの王様といわれる巨峰狩りが楽しめます毎年全国各地から多くの人が訪れ中には1日に500人近くの人が来る日もあるんだとか。 おいしいブドウの見分け方ってどこがポイントですか。あの袋を開いていただいて、この黒いね、あのブドウをなるだけ切っていただければ色が濃い方がいいですね。甘いですか。でもどれもこの辺は濃いですよ。これとかどうですか。いいですね。いいですか。どどの辺を切ったらいいですか。こうですけどね。ここで。はい。えい。 おー重たい取れましたよ。<laughs> おー出てきた出てきた。あおきいですね粒が。おー取れました。ぶどうはきれいに洗ってから食べましょう。被さる部分が良ければ被さ全体があの甘みがきてますのでいいと思います。あこのぶどうは全部甘いってことですね。やったー。 長根山ぶどう園の巨峰狩りは9月17日で終了予定皆さん是非お早めにどうぞぶどう狩りを楽しんだら帰りに直売所に寄り道直売所では巨峰のほかにいろいろな品種も売っていますよさらに真由美さんがお邪魔した山岡ぶどう園ではここでしか味わえない贅沢な一品があるんです こちらです巨峰100%で作られた丸ごと巨峰ジュースです材料はもちろんブドウ園で採れた巨峰だけを使用なんとも贅沢なジュースです直売所は9月下旬頃まで開いている予定ですなお直売の終了時期についてはお問い合わせください長根山ブドウ園は大武市内 県道50号線を北に進み、追い分け町6丁目の信号を右折し、直進すると右手にあります。